通信なんかヘッドライトだけなんか丸めからちょっと角めに変えてみたいな、そんな感じ。角めに変えてっぽいね。丸めだとやっぱ 暗すぎたかなんかあったのかもしれないね。通信ストロー、いやね、キャンバストップね。キャンバストップね、熱いもんで、ね、なんかすだれかなんか乗せちゃう、ね、ストロー、こういうこう角に置いてくれるべし。よし、ストロイのロゴ、ね、ここのオートプラネットだったら多分こういうの直せるんだろうな、やっぱ外車専門だもんで、ね、牛もね。マフラーはどんな感じか、マフラーはあ細い30倍、タイヤもまあうん、タイヤ一応ミシュランだな。幅がこれ何センチだ、10センチぐらいかな、めちゃくちゃ細いな、細いな。エコタイヤだね。スピードメーター120ね。ストロイ通信簿、でした。私のベンツの横にシトロイの通信簿が止まってるね。なかなかこの通信簿ない。通信簿が横に止まってくれたという。最初は止まってなかった。通信簿で。私のこの AMG の横に通信簿。これは往年の名車だよ、これは。左ハンド。スピードメーターめちゃくちゃちっちゃいね。スピードメーターは実際120か。120まで一応あるみたいだな。なんかこのちっちゃい扇風機ね。エアコンとかないんだろうな、この時代。うん。キャンバス、あ、屋根も開けてくれてる。キャンバストップで屋根開いてる感じね。雨とか多分、雨なんか盛りそうだけどね、キャンバストップ。今はないけどね。シトロエン。2CV6。スペシャル。って書いてあるね。フェンダーの被り具合もかっこいい。もう、うん。通信簿ね、私のベンツが横に止まってると。通信簿ばっかりでちょっとまとめとこうかな。案外今日通信簿多いな。なかなか旧車のイベント行っても見んけどね、通信簿が多いな今日は。ヘッドライトはこれ丸めのままだね。さっきも角目だったような気がしたけど、通信簿